私の攻撃がかすりもしない。その力認めるわ。いつぶりかしらこの姿になるのは。さっきまでとは違うわよ。 M24 はどこだ。いや命乞いして哀れな死に様だったぜ。お前らと俺とではそもそもの位が違うんだよ。なんだその目は。さっきまでの自信はどこに消えちゃったのかしら。なんだその目はつってんだろ。フランケンシュタイン、マスター、人間たちはここまで進化したのか。お前の封印を解くことを許可する。汝が主、カディス・エトラマでライジェルの名のもとに命じる。目の前の敵を抹殺しろ。イエス、マスター。何なのこの不吉なオーラは。腕の怪我は再生しないのか。最初はまさかと思ったが間違いないようだ。お前たちの全ては私から始まったのだ。どういうことだ。話はここまでだ。消え去れ。お前、友達が殺される姿を見に来たのか。ない。逃げろ。だが最初に死ぬのはお前にしてやるよ。目も合わせられないほど怖いのか。目線が合わない。何言ってやがる。ひざまずけ。なんで。これが本来あるべき目線の高さだ。まさか精神を支配したのか。貴様。もしやこの男が俺たちが探し求めていた存在、ノブレス。調子に乗ってくれたな。だが俺は生物の頂点。お前とはそもそもが違うんだよ。この姿の俺に殺されることを光栄に思うんだな。よく喋るな。貴様はまだ状況が飲み込めてねえみてえだな。死ねえ。ひざまずけ。
せよ。お前の過ちは なんだこれ。お前の血で埋めてやろう。マスター、命令を遂行しました。